ちは、華道家の宮本理事です、花束を、前回の動画で、ほとんどそのまま受けてみて、綺麗だったんで、とても綺麗だったんでこれでもいいんですけど、ちょっといけばならしくアレンジしてみようということでやってみたいと思います。ちょっとこの雪柳足したのはちょっとズルだったので、これは今回は使わずに挑戦してみたいなと思います。まずはちょっとこのお花を分解しましょう。どんなラインナップかもう一回確認しましょう。こんな感じの花材が揃った。これはチューリップ、結構開いてますけど、これもチューリップね。チューリップが2種類。これは分かりますね、バラ、立派なバラですね。こちらはスカビオスという花ですね。で、アスチルベ、アスチルベ、これはラナンキュラスみたいですね。こちらはこれぐらいわかる、スイートピーですか。そう、スイートピーよかった白いスイートピー。こちらはアリウム、こんなラインですね。さてどうしますかということですけど、どうしましょうかね。ちょっと2つか3つぐらいに受け分けるようなのをちょっとイメージしてます。枝物がないでしょう。ちょっとでも綺麗にこう流れも出したいなっていうのが、ちょっとやってみたいと思います。花器をちょっとこんな感じでやってみようかなっていうのを今持ってきましたけど、竹の籠の花器ですね。ここにまあ入れるだけでちょっと和風っぽくなるのもあるんだけど、面白いかなと思ってちょっと選んでみました。あともうご覧の通りこう長さはないですよね。長さはないので、ちょっと高さつけたいので、高めの花瓶とかでいける場合もありますけど、今日はこういうちょっと台ですね、棚を使って、でこれはね、懸垂って言って茶道の道具ですね。これはこんな感じでちょっと2箇所に行けるようなのでやってみたいと思います。今まで枝物を剣山に刺してたと見てきたんですけど、そういったのも刺さるんですね。お花ね、はい、そう、剣山は万能ですね。お花って枝物と違ってこう溜めれないとか。そうね、溜めれないですね。結構じゃあ刺す位置とかで選ぶんですか。そう、刺す位置角度で変わってきますね、お花は。もう使いましょうかね、バラ。これすごい、バラはやっぱ葉っぱがいいといいですよね。ちょっと同時に生けていくような感じでちょっと考えてます。これぐらいだったんだよね、カーブがちょっと綺麗なのあるかなっていう長さを大事にちょっとしか切らない。この中で曲線を見ていくってことですね。ちょっといいですか。例えばこれ、こうやって見るとやっぱりないんだけど、途中のお花は落としていく。ここと、もうここも落としちゃう。これだけにすると。これだけにすると、この木の曲線が見えてきましたね。
綺麗に使っていってあげると。流れを作るってこういう僕の中ではこういう意味ですね。このお花もちょっともったいないんだけど、ここはこのカーブ出ましたね。これに合わせるようにこう入れると、そしてこっちの流れを。これはちょっと高さがあるじゃないですか。だから思ってる以上に傾けてますね。これは上にしてみますか。剣山いっぱい入れてあるので幅は取れるでしょう。このこっちはこういうイメージ、こっちはこういうイメージみたいなものってありますか。ね、今日に関して言えばこっちは、まあ、もう花畑まで行かないけど埋めていくようなイメージで、まあ、埋めざるを得ないんだけど考えてて、こっちは、まあ、いわゆるいけばならしくやりたいな、この線を生かしてねっていう感じで思った。ちょっと緊張感あるね。だからこっちにこれあるよね。同じ花材が入ってると、まあ、セットで 見やすくなってくる。なって思います。でもまあ選んでくださった花材のやっぱり色合いがいいからやりやすい。こういうのは葉っぱだけも、ね、使いたいなっていうふうに思ってます。やっぱりこうグリーンが入るとですよ、ね、色が悪いけど、まあ、ちょっとこの紫のつながりを白で今消すわけじゃないんだけど、このお花とチューリップとアスチルベの間に、はい、ちょっと一応考えてます。これでこの柄は一輪挿しのような、ちょっと残念ながらこれぐらい、これらへんちょっと余っちゃいましたけど、ちょっ
3つに分けてみました。ちょっとこれでお切らせしてみたいと思います。ということで床の間の方に飾らせていただきました。いかがでしょうか。まあ高さない分こういう台とか使うと格好できますね。こっちはちょっと紫で統一させて、まあ、色合いは元々の花束が良かったので良かったですけどね。でこういう竹の籠とかね、今日は懸垂って使いましたけどね、こういうのちょっと渋めのに入れるとね、和風っぽいですよね。でバラがちょっとやっぱりかなり色合いも強かったので、ちょっと2つ入れてみましたけど、ちょっと強すぎたんで1個こちらに別に外しました。今これで前に置いてますけど、これもちょっと強いので、この作品としてはこれはなしにしましょうね。こっちちょっと別で飾りましょう。なので今日生け替えましたっていうことは、この2つのセットということで完成とさせていただきたいと思います。ちょっとお花残りましたけど、ほぼほぼ、まあ、これも含めて使い切ってやらせていただきました。なかなかちょっと丈が短かったんで難しかったですけど、色合いとか今日は僕も勉強させていただいて、なんか有意義な時間だったんじゃないかなって思います。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。